豊橋市立に川中学校は愛知県豊橋市に川町にある公立中学校。もともと二川塾と呼ばれる宿場町であり、学校周辺には歴史のある史跡が数多く点在する。代表的なのが二川宿本陣資料館がある。他の周辺施設は豊橋総合動植物公園や市長格教育センターなどがある。登校する小学校区は 豊橋市立に川小学校、豊橋市立に川南小学校、豊橋市立谷川小学校である。生徒数は約600名で、教師数は約45名。学校敷地面積は33,285平方メートル。高地には木がたくさん植わっており、建物は本館、南館が鉄筋コンクリートでできている。他には体育館、 武道場、技術室、部室棟、等ある、二川航空体育館が隣接している。二川中学校は伝統意識が強く、先輩たちの作り上げてきた二中を受け継ぐ意識が高い。ここ最近では、日本一の二川中を目指し日々取り組んでいる。マスコットキャラクターは、二が一、といい、頭は黄色く、四本の髪の毛、鉢巻に、日本一と書いてあり。 特徴的な大きな目がある。服装は学ランで、タスキには、二川中学校もしくは、二川中学校生徒会と書いてある。とてもユニークなキャラクターである。ありがとうございます。